宇宙論の系譜 Genealogy of Cosmology 第7章宇宙の起源。1933年アメリカカリフォルニア州にあるカリフォルニア工科大学カルテックでルメートルはアインシュタインと再会したのです。1927年ベルギーにおけるソルヴェ会議の折会った時に比べてアインシュタインはルメートルの研究成果について良い印象を抱いていると感じたのです。ルメートルがカルテックに来た目的は2つの研究会を主催するためだったのです。一つは膨張する宇宙に関して。1927年彼が発表した論文を再検討するための研究会であったのです。もう一つは宇宙船は宇宙の起源の時存在した超高密度な宇宙的粒子の名残、化石とみなせるかどうかの検討することを中心課題とした。現代の知見で言えばルメートルが求めていたのはビッグバン名残の宇宙背景放射で超新星爆発等に起因する宇宙線とは別な現象であります。カリフォルニア工科大学で教鞭をとっていたロバート・ミリカンは宇宙船の研究者として当時最先端におり、その後数年間このテーマに関してルメートルと手紙のやり取りを交わすことになります。ルメートルは宇宙船は宇宙のすべてがそこから進化したと彼が考える超高密度な宇宙の核が爆発し煙になった現象の名残ではないかと推測していたのです。この1933年から時代を先回りして宇宙背景放射 CMB の発見の経緯を見ておくことにします。宇宙背景放射は1940年ジョージ・ガモフ、ラルフ・アルファ、ロバート・ハーマンのグループにより宇宙の起源が超高密度な宇宙の核の爆発により起こり、その名残が宇宙船として宇宙に放射され、宇宙膨張に伴い温度が低下し5ケルビン程度の電磁波 CMB となって宇宙を満たしていると予言されたのです。1964年ベル研究所で衛星通信のための宇宙電波の雑音源の研究をしていた電波天文学者アーノ・ベンジアスとロバート・ウィルソンにより CMB が発見され、彼らはノーベル物理学賞を受賞したのです。観測的実験。1989年から96年にかけて NASA により打ち上げられた CMB 観測衛星コービーの長期観測により、宇宙全天にわたり CMB の分布が測定され、 CMB 全天図が作られ、宇宙構造の形成において佐藤勝彦、アラン・グースにより提唱されていたインフレーション理論が正しいと
示唆されたのです。2001年、 NASA によりコービーの後継機 WMAP 衛星が打ち上げられ、長期間にわたり宇宙における CMB 分布の揺らぎ、濃淡分布が計測され、全天にわたり大スケールの全天図が作られ、宇宙構造の形成、宇宙膨張を示す宇宙ファクターが得られたのです。これにより宇宙論は精密観測の時代に入ったと言えるのです。この観測で宇宙年齢、宇宙の組成に関して精密な値が得られたのです。さて、時代を1933年、カルテックにおけるルメートルとアインシュタインとのもとに戻るとしましょう。彼らは一緒に散歩しながら議論を交わしたのです。その折、アインシュタインは、ハッブルが星雲が後退していることを発見し、宇宙膨張が事実だと認識されるようになった今、自分が静的に安定している宇宙を維持するために、一般相対論の方程式に挿入した宇宙光ラムダは不要だと考えていたのです。それに対し、宇宙光ラムダは残しておくべきだと主張するルメートルの話に熱心に耳を傾けて聞いていたのです。当時はルメートルもタバコをたしなんでいたのです。アインシュタインは愛用のパイプで一服するのを楽しんでいたのです。彼の妻エルザは、夫のタバコの吸いすぎを制限しようと一日決まった量しか彼に与えなかったのです。アインシュタインが妻からもらった分を吸い尽くしてしまうと、ルメートルが自分の紙巻きタバコを一本提供し、ほぐしてもう一服できるようにしてやるのも珍しくはなかったのです。その後のビッグバン理論へ発展するアイディアとルメートルの論文の展開を追っていくことにします。1930年代にはルメートルはアインシュタインの考えている定常的宇宙モデル、安定で持続性のあるものなのかと疑問を抱いていたのです。定常的なアインシュタインの宇宙は無限の時間にわたり自分自身を維持できないことに気づいていたのです。ルメートルは宇宙の膨張は過去に遡れば遡るほど対数的に減速していることに気づいていたのです。ということは、宇宙における物理的プロセスもまた過去に遡れば同じ割合で減速することを意味しています。宇宙モデルを仔細に検討していくと、宇宙モデルとしてまともに機能するためには、すべての物理プロセスに何らかの始まりがなければならないことが明らかになったのです。宇宙の膨張と宇宙の進化とは切り離すことができないのであります。両者は同時に進行していなければならないのです。このような推論を経て、
宇宙の起源を検討しなければならない段階に達したのであります。具体的には宇宙の起源の問題に彼が本格的に取り組むようになったのは1927年の論文を書いた直後からと思われています。1930年頃、仲間の科学者たちが彼の宇宙モデルを称賛していたにもかかわらず、ルメートルはこの最初のモデルに不満を感じるようになっていたのです。物理的にもっと納得いくモデルを作り上げる必要があると彼は感じていたのです。彼がこの問題に本格的に取り組むのは1931年になってからのことであったのです。1931年1月、アーサー・エディントンは会長を務めていた英国数学協会で数理物理学の見地から見た世界の終わりという題で講演を行い、宇宙はゆっくりと熱死に向かっているという考え方を支持したのです。この時エディントンはこれとは逆に時間を過去に遡って宇宙の状態を考えることを試み、宇宙の始まりは一体どのような状態であったのだろうかという問いを投げかけたのです。彼のこの時の講演から引用すると、時間を逆向きにたどっていくと宇宙はより秩序ある状態になるはずだ、時間を遡ることができるならば宇宙の物質もエネルギーも秩序を持った状態に至るはずである。その時点を超えて時間を遡ることは不可能だ。なぜなら時空が完全に途絶える時点にまで来てしまったからだ。このことを我々は宇宙の始まりと呼んでいる。しかし自然が持っている秩序に始まりがあったという考え方は私にとって哲学的に不快である。このエディントンの考えを現在の宇宙論の知見から見てみると、正しい点と現代では誤りであるとされる点があるのです。 1. 時間を遡って宇宙の始まりの宇宙の資源は宇宙の真空のエネルギーの揺らぎにより生み出された。宇宙の資源の物質が指数関数的な急速な拡大をし、その超高密度超高温の状態クォーク、バリオンのスープ状態から陽子、中性子、原子核、原子、自然界を支配する4つの力、さらに宇宙の入れ物である時空が生じたのです。これが後にビッグバンと呼ばれる状態であります。この状態はどう見てもエディントンの言う宇宙の物質もエネルギーも秩序を持った状態に至るはずであるとは言い難いのです。言うならば動的に急速に進化する時代と言うべきであろう。2.
その時点を超えて時間を遡ることは不可能だ。なぜなら時空が完全に途絶える時点にまで来てしまったからだ。この見方は現在から見ても正しいのです。宇宙の始まりには物質、力とともに時空も生み出されたからです。ルメートルはこのように言っているのです。 The day with us yesterday、 昨日のない日と。3、しかし自然が持っている秩序に始まりがあったという考えは私にとって哲学的に不快である。アインシュタインもそうであるが、ギリシャ哲学以来の永遠に続く性的に安定した宇宙という概念がヨーロッパ教育の根本である哲学教育により人々の頭に刻み込まれていたことによります。エディントン・アインシュタインの哲学的快感であるのです。日本の教育制度では学問の根本である哲学を学ぶことがないので、日本人にとってピンと来ないかもしれないのです。ここまではこの論の筆者である私の視点からの評価でありますが、ルメートルの立場に戻ってエディントンの発言を見てみることにしましょう。エディントンの発言の最後の言葉、私にとって哲学的に不快であるは、ルメートルにとってショックだったのです。彼はこれに応えるためネイチャー誌に The Beginning of the World for the Point of View of Quantum Theory、 量子論の観点から見た宇宙の始まりという題でレターを投稿したのです。これは後にビッグバン理論へと発展する考え方の基盤を初めて明確に提案したものであります。ルメートルは宇宙の起源の考え方を爆発で始まる自分の理論を導入するのです。彼のレターが注目に値するのは、物理学者が宇宙の起源を量子論的プロセスと結びつけ考えるようになった点であります。アインシュタインの場の方程式に基づいた科学的宇宙モデルでは不十分であることにルメートルは気づいていたのです。そのモデルは非科学的モデルであり、宇宙の現象を理解するには不十分だと彼は思っていたのです。数学者であり物理学者であるルメートルの目指すものは、観測データに整合する宇宙モデルの構築であったのです。量子論発展期の最初期の段階において彼は宇宙起源に関するモデルは量子物理を基礎としなければならないと認識していたのです。 INU 研究プロジェクト、科学者信仰者の系譜。宇宙と人間とを見つめて、 INU